します。はい、本日は、まあ、指を使った練習のトレーニング方法をいくつかお話ししていきます。まず気軽にできるものですね、まあ、このままスティックだけしか入れません。スティックを反対側に持っていただいて、まあ、第一関節と親指で持ちます。でその他の手は、3本ですね、まあ、第一関節よりちょっと先軽く添えるぐらいです。で、この時にこのまま握ります。で握った後少しこう力を弱めていくと重力でどんどんこう下がっていきます。でこうブランってしないように、くっついた状態ですね。でこうちょっと開きまして、でそしたらまた握る、開く、握る、こういう練習です。でこの時にポイントは指とスティックをくっついている感覚をぜひ掴んでいただきたいんで、こうならないようにぜひ気をつけてください。こういう形ですね。であとこれをやるときにいくつか質問があって、手首を動かしちゃうとまた違う練習になってしまいますので、これでは今回の効果は見込めないです。あとは叩いててなんかもうなんかすごい痛いんですって方もいるんですが、手首の位置を下にすると当たります。ちょっと上にすると当たりませんので、こういう形ですね。はい、まあ、これは指を使いやすい、まあ、叩き方の練習っていうところですね。はい、慣れてきたらこう両手でやっていきます。あとは付随して指の筋トレにもなりますので、まあ、5分とか10分とかやっていくと結構効いてくるかなっていう感じです。でこれに関してはあんまり使ってないスティックですね、ささくれとかない場合はこっち側に持ってあげると負荷がちょっと強くなります。なのでよくライブ前のウォーミングアップとかでも結構使えて、例え出すとしたら野球選手としかちょっと今イメージがないんですけども、バッターボックスに立つ前に重りをつけてわざとバットを振るんですね。でそして重りを外すとバットが軽くなったみたいな、こんな感じがあるんで、これやってると結構来るんですね。で叩くとあれなんか軽く感じるみたいなそんな効果もありますので、まあ、ウォーミングアップとしてもいいと思います。はい、まあ、これが一つですね。であとは2つ目の方法ですね。これは、まあ、なるべく指先を使って叩くっていう練習で、まあ、ちょっとそうだね、動画だと、まあ、名前を出さない方がいいと思うんですけど、まあ、あるプロのドラムの方に教わったんですけども、本番とかは全然叩かないんですけど、練習のためにもう全部指先で持つって、でこれでこう叩いて、はじめ指先で持つって違和感しかないんで、これを叩きながら指先で持つ感覚をちょっと養っていく。ただ本当に指先で持つと無理なんで、これ落ちますんで、まあ、指先って言ってもどうでしょうね、まあ、これも安定する場所を見つけていただきたいんですけど、指先側みたいな感じですね、はい、完全に指先ではないです。でこう持ちながら、まあ、こう叩いてみたりして、ちょっと慣れていくっていう練習ですね。3つ目です。今度はまあ普通の持ち方ですね。バランスポイントのところで3分の1のところを持ちまして、2本の指でつまみます。で指1本1本で叩きます。例えばこの状態で、中指だけで、基本的にここでも叩けちゃうんですけども、ここで叩かないようにします。あくまで親指と人差し指は添えてるだけです。で中指だけでこう叩きます。まあ、これはもう指を使う練習ですね。あと指1本1本の筋トレにもなります。はい、大丈夫です。で中指が一番やりやすいんですが、指を変えていきます。次は薬指とかこういう感じですね。で最後小指っていう形です。多分結構長時間やっていくと辛くなってくると思います。で難易度はちょっと高くなるんですけども、親指はそのままで人差し指をこのまま外すっていう練習もあります。これはリバウンドとかちょっと器用さが必要になるんですが、今まで例えば中指であればこういう形ですね。でこのまま人差し指を抜いてこういうふうに叩きます。この時に人差し指と親指がこういう状態になるとこれ簡単です。なんですけどもちょっとこう隙間がある状態ですね。で次は、薬指ですね。薬指だとちょっと間がこう隙間が空きます。でこの状態で人差し指を離して叩きます。
最後は小指ですね。まあ、小指ちょっと前に出やすかったりするんですけども、まあ、こういう指の練習です。はい、最後4つ目ですね。まあ、これも指の練習になるんですけども、練習パッドをもう反対側にしちゃいます。で、持ち方、レギュラーグリップと同じ持ち方ですね。3分の1のところで親指と人差し指でこう持っていただいて、こういう形で置きます。で、中指だけでこう叩いて、薬指だけと小指だけ、これはまあ指の筋トレがちょっと近いかもしれないですね。はい、まあ、この辺がそうですね、指を使う練習になるかなと思います。まあ、一個ずつやってみて、まずはご自身に合うものからちょっと挑戦してみてください。以上となります。